ついてますよね、丸い実が、はい、これも鳩が好んで食べる石なんですけど、なんで丸鉢っていうかというとですね、あの枝が落ちた後、この丸いのが枝が落ちた後なんですけど、この丸鉢ちょっと分かりにくいんですが、ここに逆に漢字の鉢が逆についてるんですね。なので丸に鉢、丸鉢。これがウニヒメツバキの花ですね。ここから先に行くとたくさんありますのでね、もうシーズン終わりなんです。今ちょうど、はい、観察する声にですね、はい、あれが書いてるんです。ニミンノボタン絶滅危惧種という種で、自生株はこの東平にしかありません。はい、こういうのが、これがムニヒメツバキなんですけど、もう散っちゃった後なんですけれども、今ここにまだ一つ残ってますね。あんまり綺麗じゃないんで、ちょっと綺麗なやつを探しますね。もう、ここに咲いているのが、ムニンノボタン。野生株は東平にここにしかないです。あら、よく最初4弁なんですね。今がちょうど、うん、今これ全部見る。そうですね。今ここにはですね、そこに大きい葉っぱが出てるんですけれども、奥にもありますけれども、これから花が咲くランの仲間、アサヒエビネっていうのが生えてるんですね。はあ、ここにはですね、これ小笠原の沢なんですけれども、あの水生生物がいます。今水に浮かんでるのは、小笠原アメンボ、これも固有種です。で、中にはですね、エビ、それも小笠原の固有種ですね。それから小笠原吉登り、魚がいます。それも小笠原の固有種なんです。ちょっとジープは走ってた軍道であると、ほい、山の奥深くまで、これ橋長ウグイスです。これも今年生まれたやつですね。こんなに近くに来ちゃうんですね。気にしないと、まだ若いですね、生まれた。